こんにちは、水彩画の酒井です。今日は京都の哲学の道、桜の頃の風景を描いてみたいと思います。この風景を選んでみました。それでは描いてみます。どうぞご覧ください。用紙はアバロンで F4 号サイズ、ブロックタイプのものを使っています。周りには15ミリ幅のマスキングテープを貼っています。まあ、なぜこれを貼るのかという質問もありましたけれども、貼らなくてもいいのですが、どうしてもこうブロックタイプですと板に貼ってるわけではないので、端の方に行くと、ああもう紙の端の方に来たなというふうに思ってしまうので、どうしても端の方の筆の勢いがなくなってしまいます。テープを貼ってあると多少余白ができるものですから、端の方まで勢いよく描くことができるような気がします。これは私の感覚だけなのかもしれませんけれども、貼ると非常に、描きやすくなるような気がします。それとテープを貼っておくと、作品が完成して額装するときにマットというあの厚紙をくり抜いたところに絵を はめますが、その時に、要するにのりしろのようなところができて、描いたところをだいたいすべて全部見せることができます。そのために貼っています。また鉛筆を使わずに絵の具でいきなり描いています。最初黄色で疎水のあたりの位置関係を取っていって、それから桜のところ、それから疎水の周りの今緑のところを塗っていっています。この段階ではできるだけ広く大きく、全体を捉えていきます。一部にこだわるのではなくて、できるだけ画面全体を描いていくようにしています。今使っている絵の具はターナーの18色セットのものを使っています。多少ちょっと絞り出した別の色もあるかもしれませんけれども、だいたいターナーの絵の具を使っています。それで桜のところは、その中に入っているこれはパイロールレッドという赤ですね。それをただ水で薄めてるだけなんですが、それでピンク色ができるんですけれども、私もいろいろと描いて気がついたことは、このピンク色をたくさん使うとどうも絵がなんとなく暗くなってしまいます。桜の絵は明るくなりそうな気がしますけれども、どうも描くと少し暗くなって、初めどうしたらいいか非常に悩んだことがありました。それで気がついたんですけれども、わずかに黄色を使うことですね。その赤の中に少し黄色を入れると画面全体が明るくなるような気がします。桜を描く時のコツは、ただ赤を薄めるだけじゃなく、例えば他の色で、例えばオペラとかいうピンク色がありますけれども、それだけを使ってもどうしても暗くなりますので、少し黄色を混ぜると非常に、明るい感じの桜の絵ができると思います。この哲学の道は、私が水彩画を本格的に始めるきっかけとなった場所です。もともと油絵を描いていましたけれども、京都の方にちょっと仕事のご縁があって、ここを描くことになり、それでもう数えきれないほどここを描いています。25年ぐらい前の話なんですが、ここを描くことになって、それで、油絵から水彩に切り替えて仕事をするようになった場所でもあります。
それではまた続きを描いていきます。最初に塗った部分が乾いてから様子を見ながら、桜の部分ももう少しメリハリをつけていきます。この辺りでどんどん書き込んでいくばかりではなくて、今筆に水だけをつけて、それで軽く上をこすってティッシュペーパーで拭き取って明るい部分を作っていきます。これをこの辺でやっておくと、後で非常に楽になるかもしれません。この辺でどん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 書いていくと、どうしても重い感じになってしまいます。私は重い感じになる傾向にあるので、この辺でちょっと絵の具を足して描いていくばかりじゃなくて、引き算というか少し絵の具を取っていくことも考えるようにしています。この辺りからはどんどんこうエッジの効いた感じといいますか、絵の具をきちっと置いた感じの調子をつけていかなければいけないと思います。いつもはなるべく太い筆で先のあるものの方がいいですよと言っていたんですけれども、それで書きましたらちょっと書きづらかったので、今は少し細い筆ですね。これはナイロン製のナムラの筆ですね。比較的値段も手頃な筆だと思いますけれども、それを使っています。ここで筆を交換しました。少し広いところはやはり、なるべく含みのいい筆を使った方がいいと思います。どんどん書き進めていきますが、この哲学の道ですね、私は、ここの式をそうですね、もう100枚近くは書いてると思います。もう25年間で100枚ぐらいは書いたかなと思いますけれども、そんなに書いているんですが、この程度しかできないというか、絵は非常に難しいなと思いますし、なかなか上手にできないので、そこがまた魅力で、いつまでたっても次また頑張ろうと思いながら、楽しんで描けるのかなと思っています。この絵は、夕方から描き始めて、それで今編集をかけて、その上に音を入れてますけれども、さすがに、かなり疲れまして、今何を話していいか分からなくなってしまっています。会話が、ヘロヘロになっていますので、あまりお話できませんけれども、これからもですね、この哲学の道、いろんなパターンで描いていこうと思います。これから少しシリーズで、北海道の風景と京都の風景、あとお花というこの3つで、頑張って描いていこうと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。今これが大体終わりましたら、また得意の不透明の白を使って、この上に、ハイライトやアクセントをつけていこうと思います。いつも筆を叩いて小さな点を飛ばしているんですけれども、この桜の風景にも非常に有効だと思いますので、今回はちょっと思い切って飛ばしてみようかなと思っています。それが終わりましたら完成です。この白の点のサイズを変える場合は、
絵の具の硬さを変えたり筆を変えるとサイズを変えることができます。少し固めにすると小さな点ができますし、水を多くして柔らかめにすると大きな点を飛ばすことができます。その白に、今黄色などをちょっと混ぜて、この辺に咲いているお花を表現しています。ここは三つ股の花が咲いてましたかね。そんな感じで今、点をつけて、これで完成です。最後までご覧いただきありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。こんな感じに出来上がりました。いかがでしょうか。それではチャンネル登録またはグッドボタンなどを押していただきますと励みになります。どうかよろしくお願いいたします。それではまた。